それじゃあ最後のゼミを始めましょう。今日が最後になってしまいましたね。まあ長かったような、あっという間に終わってしまったような。僕も今話してたのは、これアーカイブしてもらってるんで、自分で自分の授業をチェックしてみながら、なかなかよくやってるかなと思う部分と、あ、いけない、間違えてしまったという部分と、もうちょっと分かりやすくできたかなという部分と、やっぱいろいろとあります。で、今日最後は私も皆さんと一緒に話をしてて、もう一つ私として諸君が分かったのか分かんないのか、よく分かんなかったことの中に、実際に分子模型を組んだ方が分かりやすかったのか、分子模型組んでしまうとかえって分かりにくかったのか、その辺が、僕自身もやってる中でもう一つ、私もこれ初めてなんでよく分かってない部分があります。で、例えばエステルを作る反応、カルボン酸とアルコールからエステルができます。で、その時にちょっと黒板に簡単に書きながら話しますけど、カルボン酸とアルコールがある時に、これちゃんと結合を書いて話をしましょうね。ここが切れて、この R プライムがここにつく、つまり最終生成物はこの R プライムがこの H と置き換わるわけですけれども、こことここで結合が切れてこういう化合物が生成するんじゃなくて、実際に切れる結合はここですよ。この O と C のボンドができて、最終的にここが切れるから OR プライムが、場所をもうちょっと分かりやすく書くと、人間の目っていうのは書かれる場所でイメージが違うんですけど、 R プライム O がこの炭素と結合を作るというのが実際の反応の進行過程というあたりを分子模型を使って話をしてたんだけれども、やっぱり諸君分子模型ではなかなか分かりにくかったのかもしれない。これは実は実際に紙の上に書いて話をした方が分かりやすかったのかもしれない。で、同じように、オリゴ糖の話をした時も、あの話もひょっとしたら紙の上で話をした方が分かりやすかったのかもしれないとか思うことがあったのが一つ。それから、このことはいずれ最後にまた議論をしましょうねって言ってそのままになってたことがいくつかあります。で、あんまり大事じゃないかもしれないこともあるんだけども、結構大事なことも含まれているんで、そんなことも今日できたら皆さんと一緒に議論をしたいと思います。で、今日やってしまいたいお話は大体3つ。最初に、鏡とキラリティの話をもう一回やりましょう。それから、食べる話で、なぜタケノコは食べられて食べると美味しいのに竹は美味しくないのか、食べられそうもないのかっていう話を少しだけしましょう。それからできたら、そのいくつかのオリゴ糖、実際に諸君には分子模型を組んでもらったんですけれども、もう一回今度は紙を使ってでオリゴ糖の話をして、分子模型組むのと紙の上で話をするのとどっちが分かりやすいかという話を、諸君にも考えてもらいたいというのを3つ目にやりましょう。だいたいそんなスケジュールで今日の話は進みます。まず最初は
鏡とキラリピーの話で、これは分子模型組んでください。で、多分このままで各自組んでもらうのがいいと思います。で、作ってもらいたい分子は炭素を中心にして、水素と酸素とやっぱり窒素にしよう。あんまりこの組み合わせは好きじゃないって言ってるけれども、ブルーの原子は2個あるんですよね。で、赤も2個ありますよね。なんで炭素の周りに、黒い炭素の周りに炭素、水素で、本当はここは炭素でやりたいんだけど、見てすぐ分かるように酸素の赤で窒素こういう分子を2個作ってください。で、それを鏡に映し出すと何が反転するのかっていう話をもう一回やりましょう。で、この話は、模型を作りながら聞いてもらったらいいんですけれども、実際に事実関係がどうなのかっていう問題と、その人間っていうのは何を認識するのか、その人間の脳っていうのはどういうふうにものを考えるのか、そういった問題まで踏み込んでできたら考えてみたいなって思います。赤と青が前と後ろに来るように、そう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 、そういう形に置いてみて、そうそう、その形、赤と青の順番はどっちでもいいから、そう、今安倍君がやってるみたいに、その真ん中に鏡があるんだねっていう目でその分子たちを眺めてみてほしい。そう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 、中田君が今ケースを置いてるけど、でね、ちょっと待って、中谷君まだ、落ち着け、ゆっくりでゆっくりで、みんなそういうふうに置いてくれてるね。で、赤と赤が鏡に映った関係でしょ。で、青と青が鏡に映った関係になるね。それわかるよね。で、水色の水素と水素が鏡に映った関係で、で、黒の原子が鏡に映った関係。この形で一つ見るのと、それを今度は90度回して、鏡面を90度回して、で、今度は自分と平行に左右に赤と青が来るように見て、小林君、それじゃなくて、こう前後に置いてみてほしい。前後に、そう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 。でね、さっき90度回転してた時と今の形にした時と、何がどう相手が映ってるのか、認識のしやすさはみんな一緒ですか、それともどっちかが分かりやすいってことがありますか。まずそこから考えてみてほしい。諸君がそれを見てどう感じるか、つまり鏡に映った時に赤が鏡に反射して赤になってるんだね、青が鏡に反射して青になってるんだね、で、黒が鏡に反射して黒になってるねって、そういう目で見た時に左右が反転してると思うか思わないかっていう感性と、それを90度回転してみて、だから自分の前に、自分の前に鏡がある、ちょっと分子がこの辺にいたら、ここに鏡がある時とこうある時に、ここに鏡がある時、それでこう認識のしやすさに差があるかないか。斉藤君どうです？どっちが見やすいとかある？左右の方が見やすい。出水君はどう？
小林君は、やっぱ左右の方が見やすい。前後で見るのと左右で見るのと変わらないっていう人いた？中上君は変わらない。どっちでも同じに見える。ああなるほど、うん、で左右で見の方が見やすいっていう人は、左右にあると、赤が赤、青が青になってるわけだけど、左右で見ると左右が入れ替わってるって強く思える？つまりね、鏡で入れ替わるのは何ですかって質問したときに、左右が入れ替わるって言った人が何人かいて、誰だっけ前後が入れ替わるんですって言った人は、永田君が言ったんだっけ、実は鏡では前後が入れ替わるんですって。君はどっちに映した時に前後が入れ替わるってのが見やすい？その向きの方が前後が入れ替わるのが見やすい。ああそうかそうか、うん、そうなのかもしれない。でね、今見てやっぱり左右が入れ替わってるんじゃないのって見える人何人ぐらいいる？遠慮なく手挙げてみて。そういう順番でものを見ると、実は前後が入れ替わってるっていうのは、それは結構納得できる？みんな納得してるのかな、前後が入れ替わってるんですよっていうのは。やっぱり岩井君もそう思う、ま、多分そうなんですよ。物理的には僕それが正しいんだと思う。鏡で入れ替わるのは前後なんです。左右は鏡の対象操作からは入れ替わらない。だけどもわざわざ今90度変えてどっちが認識しやすいって話をしたのはもう一つあって、今は分子模型だから対象操作が比較的取りやすい。でその自分の姿を鏡に映したときに直感的に前後が入れ替わって分かる人は何人ぐらいいるかしら。これはどう？鏡に映した瞬間に、あ、これ前後が入れ替わってるねって直感として分かる人何人ぐらいいる？でね、これは他の人もいろいろでやってて、この手の話をするときにもう一つよくあるのが、字を書いて鏡に映す。例えば「あ」なら「あ」って書いて鏡に映す。でその映った姿を瞬間に頭に捉えられるかどうか。それからもう一つ面白い実験に、光が通り抜けるようにして多分透明な紙に字を書いてそれを裏側から見る、あるいは透明な紙に字を書いてガラス戸に貼り付ける。でガラス戸を裏から見たときに人間がそれを見て何だと思うか。でね、私自身もね実は、これ僕は高校生の時に何かで話をして気がついたのかな、鏡で左右は入れ替わらない、鏡で入れ替わるのは前後だ。僕は高校生ぐらいの時に何か考えることがあって思うことがあったんだけど、以来ずっと自分を見てるんだけども、やっぱね直感として自分の前後が入れ替わってるって思ったことはこれ一回もない。やっぱり僕自身も正直言って鏡を見ると左右が入れ替わってるって見ます。で諸君に質問です。それってなぜなんでしょう。多分今でも諸君は自分の姿を鏡に映したら、例えば僕がこう鉛筆を、ペンを持ったまま鏡に映したら、あの人左手のものを持ってるって、僕自身もそう思います。なぜ分子模型をじっと眺めると、あるいは物理の問題として考えると鏡で入れ替わっているのは前後だって思えるのに、人間が物を持ったりしていると瞬間的に左右が入れ替わっているって人間が認識するのは
これ何でなんでしょう。その辺は意見どうでしょう。これはさすがにちょっと持て余し状態か、何かそうじゃないのって考える材料を持ってきているかな。誰か意見ありません？中上君どうです？全体を見してみるんですけど、実際に鏡とかを見ると、自分の視点から捉えてるから、ああなるほど。その左右に、左右に、なるほどなるほど。つまり自分の視線そのものも鏡の中にあるから、そこで左右を反転すると認識して、それを自分の姿に映そうと考えるときに左右反転する。なるほどなるほど。高橋君どう思います？もう手やったら、こう前後にした時にこの水素が、距離感が分かるんですか？あ、距離感が分かる。こう向こうのやつが後ろに行って、手前のやつが後ろに行って、鏡に映して自分の姿だったら、自分の後頭部が向こう側にあるなんて見えない。もうなるほど。平面的に一瞬見えるから。平面になるから。あ、なるほど。さっきの中上の意見は、自分が外から鏡に映っているところを見てるんじゃなくて、自分が中にいて鏡に映っているから左右反転と見るっていうのと、今の高橋君の意見は、鏡っていうのは平面だから立体構造を考えるのはよっぽど意識が強くないとできない。自分の後頭部があの向こうにあるなんて誰も思えんと。最初は左右の方しか見えない。そうだね。前後に関する要素が見えない。鏡が平面だから。そうそう。同じようなことを微妙に違う表現してんだけど、結構本質かな。長谷川君どうです？正面を平面にしかしないから左右って認識しか生まれない。まさに高橋君が言ったように後頭部があの後ろにあるなんて思えないっていうことかもしれないね。なるほど。阿部君どう？左右が入れ替わるっていうのは受け入れやすいか。前後が入れ替わるなんてイメージは持てない。なるほどね。左右が入れ替わるっていうのはイメージしやすいけど、前後がイメージするっていうのは大変。なるほど。みんな微妙に違う意見で事の本質をついてるのかな。面白いですね。宮本君どうです？だから鏡のこっちの自分は自分の右左を自分から見えるけれども、鏡の向こうの人間もはこっちからしか右左が見えないということを言ってるのかな。その基準、だからあなたが仮に鏡の向こうにいたとしたら、
自分が左利きだとあの人は認識するだろうなって、そういう目であなたが見てるってことか。なるほど、そうだね、それもあるんだろうね。中田君どうです？今度は最対象で自分は願いますね。なるほど。ああ、その意見が出たか。だから、そう、生き物の中で左右対称な構造を持っているのは割と多いんだけど、上下が対称とか前後が対称っていうのはあんまり見ない。だから想像力の限りを尽くして左右が逆になっているんだと。つまり相手も同じ人間と見たときに左右対称なら受け入れられる。なるほど。そう、それも大事な要素。小林君どう？人間の物を2つとか3つ並べてみると、大体横とか縦に並べるじゃないですか。前後で見るのは全然経験としてないから、ああ。人が物を比べるときに前後で比べたりはしない。左右に比べるか。なるほどなるほど。僕がさっきやってるっつって前後で比べるっていうのはあまり人間慣れてない。なるほどなるほど。なるほどなるほど。なるほどね。それもあるかな。岩井君はどう？そうだね。だからさっきの中井美君の意見のように、分子模型見てるときは外から見てるから対象要素とか客観的に見えるけど、自分が中に入ってしまってで鏡を見てると、もうその自分を外から見ているのとは違う目線にどうしてもなってしまう。だから瞬間的に左右が入れ替わってるって判断する。そう、多分それなんだと思うんだよね。せっかくだから左右まで行こう。出水君。人間は自分の右手側が右、左手側が左って思ってしまうから、鏡の横側に映ってるのは、なるほどなるほど。彼から見たらあそこの動かしているのは彼から見て左手だろうと、そういう目で見てしまう。そうね、多分それもあるんだと思う。最後名前を忘れちゃいけないな。斉藤君か。斉藤君、重ねれて、それで左右の違いが分かるけど、前後は自分の後ろは見えないから、どれだけやっても重ねれる。そうだね。だからさっきも意見があった、あの平面の向こう側に後頭部があるなんて見えないじゃないかというのと同じように、前後が入れ替わった姿って想像ができないから、で瞬間的に左右が入れ替わってる。そうだね。そう、多分ね、みんな微妙に違う表現をしてくれてるんだけど、多分同じことを言ってると思う。で、誰か言ってくれるかなって思ってたんだけど、人間が生きてきた歴史と鏡が生まれた時点っていうのはだいぶ違うんですよね。だから人間っていうのは鏡を知らない間にかなりの部分進化してるんですね。でその認識の問題は僕は大きいと思います。鏡っていうのが出てくるのは、ギリシャ神話に鏡が出てくるのかな。恐ろしい、怪獣を討ち取りに行くときに、その目で睨まれると石になってしまうから鏡に映して近づいて、で寝てる間に首を切り落としたというギリシャ神話があったような気がするんだが、僕の認識ではあれが多分人間が鏡というものを使った最初の例かなと思ってるんだけど、まあどっちにしてもたかだか何千年
まあ1万年はないでしょう。で、人類が10万年ぐらいの歴史を持ってますか。長さ桁違いなんですよね。あとね、スポーツやってる諸君何人かいますでしょう。テニスやってる人、野球やってる人、ハンドボールやってる人、それぞれ微妙に違うんだけど、多分ハンドボールが一番シビアかな。相手が右利きか左利きかで対応はガラッと変わるでしょう。相手が左利きだったらどうブロックするとか。あれ、ブロックの時は右利き左利きあんまり関係ないんですか。利き手側に行きますよね。じゃなくて、だからボールキャリアはほとんどの場合利き手でプレーしますよね。時々フェイントで逆手でプレーするのかな。それはフェイントなのね。両方使える人もいる。だけど少なくともボールキャリアが右利きだったら、あいつは右利きって認識して自分の左側を中心にブロックに行く、あるいは体の位置を変える。それって瞬時に認識するでしょう。だから相手が左利きかで右利きかでプレーの形変えることないですか。特にディフェンスに回った時それ変えてるでしょう。テニスでは左右逆に持つことはほとんどないですね。で、今度は出てくる球質が変わりますか。左利きに右利きで、だからあの人は左で打ってるから、でも卓球なんかだともっとあの外側からのスピンがかかりやすいから、彼のボールはこっちに切れ込んでくるからここで打たなきゃいけないとか、これ左利きの右利きに認識変えるでしょう。野球もそうですよね。で、この野球の場合には立ち位置が決まってるから、右バッターボックスで右ピッチャーが投げるのと左ピッチャーが投げるのと全然違いますよね。ああ、立ち位置は変わらない。あ、違う。右打者は右打者、相手が右ピッチャーだから左打席に立ちますって人はあんまりいない。時々いる。幼稚がいるか。うんうん。要は右利きか左利きかって認識をしとかないと対応がしにくくなるっていう部分はあるでしょう。うん。でね、多分あのこれ人間の争いの歴史の問題かなって思うこともあるんですけど、結構人間ってあの争いをしながら戦いに勝って生き延びてきたのだけが生きているという意味があって、戦いはある程度強くないと生き延びれない。で、戦う時に相手の利き手がどっちかっていうのは瞬時に認識してないと戦いに遅れを取るかもしれない。だから多分人間ってそういう意識をかなり強く持って生きてきたのかな。で、そういう脳の発達過程、例えば猫とか犬とかが左利きか右利きかを認識するか、だいたい彼らに利き手があるのかとか、その人間の体の進化っていうのと脳の進化っていうのが微妙に違いはせんかな。だから人間の認識の仕方みたいなものが、まあ、ある意味こう私たちの認識の仕方に影響を与えているんじゃないかな。で、今の話はちょっと恐ろしいことがあって、人間の体の中の特別変異、例えばアミノ酸の配列がどうとか、そういうものは体として突然変異したものは、それが結局遺伝情報に組み込まれて次の世代に引き継がれるというのは比較的起こりやすいです。ただ生まれてしまってから自分が獲得した知識、頭の中の考え方、これが次の世代に遺伝するっていうのは一回り遺伝しづらい状況にある。だから人間が生まれてから獲得した形質っていうのは比較的遺伝しにくいのかもしれない。なんて話を考え出すと、そういう人間の能力っていうのがどこまで遺伝するかっていうのは結構難しい話があります。ただ自分の外では自分を客観的に見られないけど、自分が鏡の中に直接相手を見ているっていう、その部分で
瞬間に左右を反転させてるとか、あと永田君が言ってくれたのかな、生き物は左右対称のものはたくさんあるけど上下対称とかあんまりない、ましてや非対称のものってあんまりないから、さっき僕がちょっと言った透き通る紙に透明なものに絵を描いてドアに貼り付けて裏側から見ると、これ大体の人が一回パニックになります。あんまりそういう認識できないよね、人間って。いわゆる裏文字を見た瞬間に、あ、あれが元何だったかな、あれを左右対称に置き換えたら元に戻るねとか、あんまり認識できない。なんでこの問題は科学とはあんまり関係がなかったんですけれども、せっかく共造体の話をしましたんで、まあ鏡が、まあ、僕は物理的には前後を入れ替えてるはずなんだけど、それを第三者として見てると比較的よくわかるけど、実際当事者になってみるとなかなか認識できないもん、うん、それは何でなのかなっていうのを、まあ諸君もこれから長い人生生きていくわけなんで、諸君なりに考えて人間っていうのがどういうもんなのかなっていうのを考える材料にしてみてください。この問題は僕の方から言ってあげたいことは以上で尽きてるんだけど、何か質問かコメントあれば何でも。特にない。そうか、いっぺん上下で反転させてみてもよかったね、分子模型僕自身あんまりやらないんだ、分子模型上下に並べるって今度一回やってみましょう。では、2番目を先にやろうか。なぜタケノコは食べられて竹を食べるとあんまりおいしくないのか。誰だっけ、竹の中にはでんぷんがあるかなって言ってくれたのは斉田君か。以後どう思ってる、あれは。調べたんですけど、うん、炭水化物は、うん、みたいな、そうね、うんうん、うんうん、あのね、僕ヒントは出したつもりでいてね、あれから後の話じゃなかったっけ、あのオリゴ糖の話をした時、あ、この資料今日これ配ってしまいましょうか。これはね、新しい資料じゃないの。あれ、なんでこれないぞ。これは前に配った資料だから別に新しくも何ともないんだけど、これ見ながら、ん、もう一部ない、よいしょ、これ見ながらやっていこう。あれ僕のがないぞ。余ってるのはない、あったあった。この中に、オリゴ糖の中にね、例えば、ラフィノースのところに種にビートから抽出生成されるが、キャベツ、ブロッコリー、アスパラガスなど植物に広く含まれるっていうのがあるでしょう。これは僕が書いたんではなくて、これはインターネットからの引用です。あの時にも言ったと思うけど、これウィキペディアからの引用だから本当かどうかは知りませんけれども、こういうオリゴ糖が入っているとか結構あり得ると思います。それから、植物がでんぷんとか作るときに、その原料は何かはみんな知ってますよね。原料何ですか。うん、二酸化炭素ですね。まあ、あと水と、まあ、太陽のエネルギーが必要。最初からあんなに鎖の長いでんぷんを植物の葉っぱが作るって思えます。なんとも言えない。出水君どう思う。植物葉っぱででんぷん作るやろか。ででんぷんが葉っぱから根っこまで運ばれて芋になるやろか。
うん、その方が直感的に思いやすい。岩井君どう思う？運ばれやすいものが、小林君どう思う？なるほどなるほど。そうだね。大体みんな同じ考えかな。てかこれはね、何が正しいのかっていうことはこの場では私きちんと言いません。ただ確かにでんぷんみたいな大きいものを作ってしまったらそれ水に溶かして根っこまで運ぶのは大変そうだよね。そもそも作るときにもっと小さい単位で作っておいて、で、根っこで大きくしていけば貯蔵のときに楽だよねっていうのは思いますよね。で、ここに引用してある範囲には、運搬の材料として使われるっていう表現はないですね。だから、それについてはどうであるかは結論を出さずにいきましょう。ただそういったことがあっても不思議じゃない。だから逆に若い目には割とオリゴ糖みたいなものがたくさんあってそういったものが結構おいしいと感じるのかもしれない。ただ竹になってしまうと竹の栄養ってどこにたまるんだろう。よくわかんないね。竹の根っこを掘ったら大きな芋が出てきたとかいう話はあんまり聞かないね。ただやっぱり竹になると、繊維質がしっかり組織されてででんぷんよりもセルロースがたくさんあるっていったことがあり得るのかもしれない。だからもう一つ多分セルロースもでんぷんと同じように多分植物の中で作られるんでしょう。どっかから取ってくるってのは考えられないよね。すると実は若い頃は分子量ちっちゃかったけど年を取るに従ってどんどん分子量が大きくなってで大きな竹の組織を作るようになってででんぷんを作る代わりにセルロースを作ってるということがあっても不思議じゃないですよね。だからその辺どういう化学変化が起こっているのか、僕もきちんと調べて研究した経験はないんで実は僕もあまりよく知りません。ただやっぱり二酸化炭素と水とそれから太陽エネルギーとで作ったものがまグルコースみたいなものができてそれをだんだんにつないでってでんぷんやセルロースができてくるっていう話があってもおかしくないですよね。それからこれはいつも言っていることなんですけれども、このもう分子模型これね分かりにくかったら後で分子模型組んでやりますけれどもこれはグルコースこれの1位の炭素ここについている水酸基これはこの炭素が隣に酸素がついている関係でこれこそ一旦水酸基が抜けてこれがアキシャルに来るこういった反応はあやっぱり分子模型開けとくんだちょっと分子模型使おうかどうしようか迷ってたんで開けてないんですけれども今言った反応はここが水素であれば
つまりグルコースの構造でここがエッチであれば、ここのエカトリアルとアクシアルが入れ替わる反応は割と起こりやすい。だけどもこの H が他のグルコースの例えば4位に結合してしまうと、こうなるとここのこの結合のエカトリアルアクシアルが入れ替わる反応は起こりにくくなります。だからグルコースのうちはエカトリアルアクシアルは割と入れ替わるけれども、もうセルロースになってしまうとそういう入れ替わりは起こりにくくなる。これ化学反応としてはとても大事なことだから、できちゃったものは元に戻らないけど、作る過程ではエカトリアルアクシアルは変えることができる。だからそんなことを考えるのも生物の体の中で糖の単位がどういう振る舞いをしているんだろうかって考えるときに大事かもしれません。だからやっぱりセルロースはあんまり食べても美味しくないんだろうね。だけどオリゴ糖とかたくさんあると結構美味しいのかもしれない。で、この問題も今日は結論を出しません。今日の議論は実は結論は出ない日かもしれません。で、こっから先がちょっと諸君が分かりやすいのか分かりにくいのか、もう一回試してほしいんだけれども、今日渡したプリントの中で1枚目にスクロースが書いてあります。いわゆる諸糖、これ甘いんですよねって話は何回かしました。で、1枚次のページに行ってもらって、ラフィノース、いわゆる糖の構造が3つつながっているものと、それからスタキオース、糖の構造が4つつながっているものと書いてあります。で、そのラフィノースを見てくれたときに、右下に誤飲管が書いてあって、真ん中に録飲管が書いてあります。で、その右下の誤飲管と真ん中の録飲管、これが、前のページのスクロース、これの右下の誤飲管と左上の録飲管、これと全く同じ構造にあるっていうのを見て分かりますか？あ、ちなみにこれは、インターネットでこの授業を見てくれている人は6月19日の資料を使って話してますんで、そこを見ながら聞いてください。で、実は今の話は分子模型を組んで諸君に見てもらったことがあるんですけれども、その分子模型を見た方がその構造の同じであるか違いであるかっていうのが分かりやすいか、今紙の上で見て構造が同じであるか違いであるかが分かりやすいか、どっちの方が分かりやすいですか？これはね、みんな一斉に手を挙げてみてください。どっちかに必ず手を挙げて、つまり分子模型を組んだ方が分かりやすいって思う人か、分子模型を組むよりも紙の上で見た方が分かりやすいって思うか、どっちかに手を挙げてください。で、分子模型を組んだ方が分かりやすいと思う人何人ぐらいいます？ああ、なるほど。紙の上の方が見やすいと思う人何人ぐらいいます？ああ、そうか。2対8ですか。紙の上で見た方が分子模型を組むよりも構造が見やすいという人の方が多かったんだね。そうなのか。もっともね、これは一回みんな分子模型組んでるんでね、
それでどっちが見やすいかっていうのが分かれるのかもしれないんだけど。ってことは今手を挙げてくれた8人の人は、この紙の上の書き方のように、炭素を省かれて直線の交わるところ、交点には炭素がいるっていうのはもう今更言わなくても結構自明で見えるって思ってもいいのかな。それはいいですね。そうかそうかそうか。いや、私たち有機合成科学者は C ってなかなかあんまり書かないんですね。特にこの糖みたいに構造が複雑になってくると C をいちいち書いてると構造がごちゃごちゃしてよくわからん。それよりは、例えば今ここに書いてあるように、これはちょっとだけ黒板に書きますけれども、その録音管をこんな風に書いて、ここに酸素がいて、こうあって、ここにこっちに OH が来るとか、エカトロイルに OH が来るとか、その角っこには炭素があるっていうのをきちんと書かずに、あらわに書かずにその構造式を書くっていうのが結構もう日常茶飯事、習慣になってます。で、諸君は高校生の時にこういう書き方って結構馴染みがあるんですかね。あまり馴染みがない。高校生の時から構造を見てたって人はあんまりいない。ってことは、こういう構造の方が分かりやすいって手を挙げてくれた人は、この半年で私と話しているうちにこの構造が見やすいなと思うようになってくれたって思っていいのかな。それでもいいのかな。そうなのか。分かりました。じゃあね、これは分子模型を組んだ方が分かりやすいっていう手を挙げてくれた2人には申し訳ないんだけど、今日はこの問題だけは多数決でいきます。多い人が分かりやすい方法でいきます。どうしてもという方であれば分子模型を組んでくれてもいいです。で、ともかくとして、今ここでもう一回やりたかったのは、もう一回2ページ目のラフィノースに行きます。で、ラフィノースの真ん中の録音管と右下の誤音管はスクロース、諸島と一緒ですよね。それから次、その下のスタキオースに行きます。スタキオースの右下の誤音管と一つ左上に行く録音管、この右下の2つの構造はこれもスクロースと全く一緒ですよね。これ分かりますよね。で、もう一回ラフィノースに戻って、左上の骨格は4番の炭素、4番の炭素についている水酸基がエカトリアルではなくてアキシャル、縦に出てますよね。で、その関係は下に行ってもらって、スタキオースの右下から考えて3番目の録音管、これ4番の炭素にアキシャルの水酸基が出てる。それからその左に行って上に行ってもらって、左上の録音管も同じ構造をしている。で、あとはスタキオースもラフィノースも、グルコースの構造で言えば6番の炭素でグリコシド結合ができている。これは4番じゃなくて6番なんですよね。さて、そこまで見たときに、そしたら例えばラフィノースのカロリーはグルコースの約半分って書いてあります。からスタキオースはグルコースの約 40%。
これが何でなんだろうっていうのをもう一回考えてもらえませんか。つまりこれは分子模型を組んで話したときに私がボロッと言ったかもしれないんだけど、管が3つあって右下の2つは、あ、ラフィノースの話ね、管が3つあって右下の2つはスクロースと全く一緒なのに、だから管が3つあってそのうちの3分の2がスクロースの構造なんだったら、カロリーも3分の2でもいいじゃないか。なのになんでカロリーは半分しかないんだろう。これが諸君に考えを聞かせてもらいたい私の質問です。誰か自分から意見を言いたい人、じゃあ、今度は右側から長谷川君から行こうか。なぜカロリーは半分しかないんだろう。うん、うん、3分の2分の構造があるけど、左上のガラットースのことかな、そこに結合があるから、うん、うん、そのまま3分の2というわけにはいかない。うーん、はい、うん、そのまま3分の2というわけにはいかないっていうときにはどこまでが使われるんだろう。少し聞き方があれかな。つまり今長谷川君が言ってくれたのは真ん中のグルコースの構造との6位に、ガラクトースの1位の水酸基が結合してますよね。この結合があるから3分の2というわけにはいかないっていう指摘だったよね、うん、じゃあこの結合があるのは何を邪魔するんだろう。うん、そこ阿部君どうかな、そこどう思う。今長谷川君が指摘してくれたこの結合があることが、まあ、構造としては3分の2が初等でも同じわけにはいかないんじゃないかと言ってくれた。じゃあこの結合があると何が具合悪いんだろう。うん、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 なるほどなるほど。つまり3つのユニットがあるからそれがすぐに全部バラバラになれば、仮に左上のガラクトースが吸収されなくても残りの2つは吸収されるだろうと。ただここにつまり真ん中のグルコース間の6位に左上のガラクトースの1位の水酸基が結合しているから、この結合があるばっかりに右下の2つがすぐには自由になれないって考えたわけだな。なるほどなるほど。うん、それ、うん、結構説得力があるかな。他の考えはないかな。高橋君はどうかな。
少し大きいから全体が吸収されにくくなるんじゃないかと、そういうことかな。微妙に構造が違うから、吸収のされ方に差がある、うん、だから例えば左上のガラクトスの構造だとアキシャルに水酸菌が立っているから、エカトリアルのものとは吸収のされ方が違うんじゃないかとか、うん、そうそうそう、あのね、多分2つの問題、その吸収されるときにどのユニットで吸収されるのか、それぞれの単糖類にバラバラになって吸収されるのか、二糖のままで吸収されるのか、あるいはもう少し大きい構造で吸収されるのか、つまり吸収される時の構造を一つ考えないといけないよね。それからその前に阿部君が指摘してくれたのが、多分長谷川君も同じようなことを言っているんだけれども、一つ一つをバラバラにしてやらなきゃいけないと思った時に、バラバラにしてやる反応がうまくいくかどうかがわからんということを考えなきゃいけないよ。つまりバラバラになってから吸収されやすいか吸収されにくいか考えなきゃいけないのと、全体、まあ、例えば2等なり3等なりの構造のままで吸収されると考えたときに大きさが違うって考えなきゃいけないのか、その辺の問題があるんじゃないかという、そういう指摘が3人の話を合わせると、まあ、浮かび上がってくるよね、うん、中上君、他の意見はないか。うん、同じ質量で見たときに、うん、まあ、分子量自体がアルミの層が多いけど、うん、その量に分する炭素とかの量が少ないか、うん、待ってくれよ。あ、そうか、今の話は、カロリーって計算するときに、これは1分子あたりのカロリーって考えるのか、重さ換算でカロリーを考えるのか、そこのところを注意しなきゃいけないんじゃないかっていう、そういう指摘だね。例えばスクロースもラフィノースも同じ1分子ずつで、で、結合が自由に切れると仮定したら、でもう一つ仮定を置いて、左上の水酸菌がアクシャルに来たガラクトースは吸収されないけど、グルコース と、フルクトース一番下の誤飲管は吸収されると考えたら、一分子あたりで考えたら同じカロリーになるんじゃないかという、そういう指摘かな。そうなるんじゃないかってね。そうだね、それも最もな指摘でね。じゃあそのカロリーって計算するとき、それはどの量を元にしてカロリーを計算しているんですか、同じ重さで区別するんですか、それとも同じ分子数で測るんですか、その違いもあるよねっていう、そういう指摘だね。さてこの中に何カロリー入ってるかって表示するときに、1分子あたりで表示するのと同じ重さあたりで表示するのと、これはどっちが適切なんだろう。永田君はどっちだと思う？同じ重さで来てほしいか、うん、宮本君どう思う？同じ重さで、つまり同じ 1g 食べた時にどんだけのカロリーがあるかって書いてくれた方が分かりやすいっていう意見だね、うん、それはありそうだね、うん、ただそれについても、あ、そうか、結論を出すことはしません。なぜか、これも僕はウィキペディアから引用してきただけで、カロリーは約半分って書いてあるから約半分って写しただけであって、どういう計算のもとに半分って測定したのか、測定した根拠は実は僕は知らない。なんで、どっちが正しいですねっていうのはやめておきましょう。ただやっぱり中上君が指摘したように、それは半分っていうからには重さあたりで換算したのか分子あたりで換算したのか、ちゃんとはっきりしてもらわないとわからないじゃないか、そういう意見があっても、それはもっともだね。だから、何か情報があったときに、
その情報というものが自分にどういう意味があるのかという時には、なるべくその情報を正確に分析できないと、自分が今、考えようとしていることに役に立つのか立たないのか。だからその物事をちゃんと自分の頭の中で考えて、どういうことを言っているのか本質を理解するっていうのが、まあ、結構大事なんで、そのことだけを指摘して、それ以上の話は先に進めるのはやめておきましょう。もう少しだけ突っ込んだ質問をします。これも、全部引用で書いてあるんだけれども、だいたいさっき3人4人の人から指摘を受けたように、糖類の3つのユニットがすぐバラバラにできるのかできないのかっていうのと、バラバラにしたものが人間に吸収されるのかっていうことと、あとバラバラにする前に2糖類や3糖類のままで吸収されるってことがないのかとか、そういった問題が指摘されてきました。で、その中で、次ね、岩井君にちょっと質問したいんだけれども、ここに書いてる文章の中で、スクロースのところには、サッカラーゼっていう酵素によってスクロースはグルコースとフルクトースに加水分解されるっていうのは一つ情報として書いてありますよね。それからもう一つ、ラフィノースのところにアルファガラクトシダーゼによりガラクトースとスクロースに加水分解されるが、この酵素は人には見られないっていう記述が書いてありますよね。もしこの記述が正しいと仮定したときに、今高橋君、阿部君、長谷川君のあたりで議論のあったバラバラになるかどうか、この結合があるからバラバラにできないんじゃないかとか議論をしてくれた部分、今そこに書いてある文章が正しいと仮定すると、どういう反応について言ってるのか、あなたの解釈を聞かせてもらえませんか。いや、カロリーが約半分っていうことに関連してでいいですよ。はい。うん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 。つまりスクロースであれば、加水分解されて単糖になるけれども、ラフィノースの場合には、人がアルファガラクトシダーゼっていう酵素を持たないから、だから分解されないんじゃないかっていう、そうだね、それはそれでありそうな話なんだ。で、約半分っていうのが合理的なんですかね。そこはじゃあ小林君に行こうか。その辺どうです？消化吸収がしにくいんじゃないか。そうだね。だから、ここでね、注意して読んでもらいたいのは、
アルファガラクトキシダーゼっていうのはガラクトースとスクロースに加水分解するって書いてるんですよね。だけどこの文章は、スクロースの部分、つまりラフィノースがあった時に真ん中のグルコースのユニットと右下のフルクトースのユニット、ここが加水分解されるのかされないのかについては何も書いてないんですね、実は。だから結構いい加減そうな情報で、これって一体何を言ってるのって読んだ瞬間に思うんだけど、さっき岩井君に質問した時にこれが正しいと仮定したらどう考えますかっていう、ちょっと僕もわけのわからん質問の仕方はしてるんですけどね。だから多分ラフィノースがガラクトースとスクロースに加水分解する反応は人間の中ではいかないんだと思う。だけどもラフィノースがあった時に右下のフルクトース誤飲管の部分が切り出されてくるっていう反応は言ってもおかしくはないと思う、ただその反応がいく時にさっきこれ安倍君だけ長谷川君だけその反応をやろうと思った時にグルコースの6位にガラクトースがついているから分子全体の構造が違うじゃないのと、だからスクロースを加水分解することはできてもラフィノースの右下のフルクトースとガラクトース違ったフルクトースとグルコース、ここを分解できるかどうかは分からないんじゃないの、邪魔されるんじゃないのかなっていう、そういう指摘がありましたよね。でそれももっともなんですよ。だから実のところは僕もよくわからない、これ調べれば簡単に出てくることだからその気になって調べればいいんだけれども、少なくともスクロースを一つの単糖類に切ってしまう反応とラフィノースの右下を切り離す反応が同じようにいかなくても不思議はない、違っても不思議はないんだけれども、どれくらい違うかは実はこれだけの情報では何もわからない。だからそれだけたくさん分かんないことがあるときに、カロリーが約半分っていうのはこれはどういうことなんですかねって聞く私も私なんですけれどもね、そういった不正確さがたくさんあることは分かりきった上で、諸君に聞いてるんですけれども、そういった細かいところをきちんと見てどういう反応がいくのかな、でそういうことを考える時の助けになるように、例えば酵素っていうのはタンパク質からできているからタンパク質には不正炭素がたくさんある、だからキラリティが一つ変わると触媒できる反応ができなくなることもありますよ。であるいは酵素っていうのはポケットを持ってて、そのポケットの中に入ってきた化合物、これに反応を施して終わったらポケットから出ていっていくっていう、そういった活性の発現の仕方をするから、分子の形が変わったら酵素反応が触媒するかどうかが変わっても何も不思議はないですよっていう、そういう話をしてきました。だからそういったことは結局こういうよくわからないことを考える時の考える材料として自分が使いこなせるようにということでお話ししてきた、つもりなんです。どれが正しいのかどれが正しくないのか、インターネットで調べてきた1行や2行の文章ではなかなかよくわからないということの方が僕は正しいと思います。ただもしこれが事実だとしても何ら不思議はないんだけれども、例えばラフィノースのカロリーっていうのはスクロースの約半分っていうのが正しいとしても、じゃあどういう要素をちゃんと解析したら半分っていう結果が出てくるのかな、で必要だったらそれを自分でやってもいいし、必要なかったら、本を調べて答えを探し出すんでもいいし、本当にしょうもないことだったら何も考えずにほっといてもいいわけだけれども、その書いてあるから信じる、書いてあることを覚えるっていうのが正しい学問の姿勢では決してなくて、自分がこういう情報を見たら
どういうことを考えるのかな、何を考えたらいいんだろうって、その考えるための手段を諸君これからいろんな専門の道で身につけていってもらう。だから一番大事なのは知識をたくさん持ってるってことじゃなくて、新しい知識を使いこなすための手段、考え方みたいなものを自分の中に蓄えておく。その手段を使っていろんなものを考えるということをこれから長い人生でやってもらう。そのことがとっても大事なんじゃないかなっていうのは、こういったことを例にしてお話ししたかったのが今のラフィノースとスタキオースとスクロースの違いの話です。で、私の講義も違った、私のゼミもほとんど終わりに近づいてきました。一番最後の課題、じゃあラクトースが哺乳類の乳に含まれている、これは種を維持するためにかなり大事な、つまり次の世代を育てるっていうのは種を維持するために非常に大事な手段であって、それに優れている種が繁栄していって世の中にたくさんその個体を残す、もうこれは十分にあり得る話で、ある意味で哺乳類があるいは人類が生存競争を勝ち抜いて現在たくさん生きている、たくさんの個体が生きているということにとっても重要な役割を果たしていると思うんですけれども、ラクトースの構造をよく見てもらうと、これ諸君から見て右側、これはグルコースですね。グルコースの今度は4位です。4位の水酸基が、ガラクトースので、ここで、ガラクトースのアルファとベータが違うんですけれども、今までのラフィノースはあるいはスタキオースはガラクトースのアルファに出ている水酸基がグリコシド結合を作っていました。ラクトースっていうのはエカトリアルに出ている水酸基、これアルファの水酸基なんですね。これがグルコースと結合を作って二糖類になっています。で、これもウィキペディアからの引用なんですけれども、ベータガラクトシダーゼっていう酵素があって、これによってガラクトースとグルコースに加水分解されるという記述があります。で、さっきアルファのガラクトシダーゼをラクトースとスクロースに加水分解する酵素は人にはない。じゃあベータガラクトシダーゼっていうのは人間にはあるのかな、ないのかな。で、それに人間がその酵素を持っているかどうかの情報はここには書いてありません。それからさっきの議論でグルコースになれば容易に吸収されてエネルギー源になるだろうっていうのは大体議論としていいかなと。ただガラクトースが速やかに吸収されてエネルギー源になるかどうかについてもこれも情報がないんです。さて、そういった非常に不完全な情報の中でラクトースというのは、しかし生物学的に発展の経緯を考えるととっても重要な分子であるかのように見えます。じゃあラクトースが重要であるっていうことをどういうふうに考えたらうまく説明できるでしょうかっていうのが、一番最後の質問です。これはどうでしょう。とりあえず発言の回数をなるべく均等にするように斉藤君から
ちょっと聞こえない。こう分解して、ガラクトースが吸収されなくて、やっぱり前言ってたようにビフィズス菌の、ああ、なるほどなるほど。それで腸をしっかり整えるようになったりとかして、なるほど。さらに別の吸収をがしっかりできるようにしているために必要じゃないかなと。あ、なるほどなるほど。つまり、作業仮説としてまず。ラクトースはガラクトースと人間の体の中でねガラクトースとグルコースに分解されると考えようと。で多分こう、グルコースはもう小腸ですぐエネルギー源として吸収されるんじゃないかと。だけどガラクトースは単糖になってしたとしても小腸では吸収されずに大腸まで到達してで人間が吸収するよりも早いよりも腸内細菌ビフィズス菌がガラクトースを分解してエネルギーを持ってくれてるからでビフィズス菌が腸の中の環境を整えてくれて人間にとってのエネルギーとしては少し損をするけど生物全体としては良好に生き延びるそういうふうに考えるのがいいんじゃないかっていう意見だね。はい、うん、結構説得力あるかな。レミズ君はどう考えました？あんまりよくわかんないんですけど、ラクトースが何かの作用をして、やっぱその体の体調を整えたりとかそういうふうつまり実はこれラクトースのカロリー数はどうであるとかいう話が全然出てないんですよね。だけども、斉藤君も、ガラクトースの部分はエネルギー源としてはあんまり重要じゃないかもしれないという指摘をしてたし今のデンズ君の話もむしろ分子全体として体を整える作用という方に貢献してるんじゃないかいうそんな意味の意見を言ってくれてるんだね。うん、そう。そうなのかもしれないね。やっぱり人間に吸収されるかビフィズス菌のエネルギーになるかこれは結構微妙な問題かもしれないんだね。岩井君はどう考えました？何があるのかなと。つまり、スクロースに入っているようなあるいはラフィノースやスタキオースにも誤飲管の糖の部分があった。だけどラクトースにはないね。そう、それが何かあるのかなって思った。そう、でんぷんなんかにも誤飲管の部分は、僕が描いている絵の範囲ではなかったんですよね。で、実はあの絵はあんまり正確じゃなくて、まあ、誤飲管がどれくらい含まれているかは別にしてでんぷんというのは実は14だけじゃなくて16の結合も含まれているかもしれないんだけどね。その14か16かっていう結合の具合と誤飲管か6飲かっていう問題これも考える要素としては重要な問題です。で、それが重要かなっていうところの指摘まではしてくれたけどじゃあ具体的に何なんだろうあたりまではちょっと難しいかな、でも確かに構造が違うのは事実だよね。そう、少し言い忘れてたんだけど誤飲管と録音管がどう違ってくるかそのことは僕の話の中ではあんまり重きを置いて丁寧に説明はしてきませんでした。で、もう時間がないから丁寧にお話ししてあげることはもうしませんけれども基本的に骨格としてこの近くに書こうか。こうだいたいこうどの炭素もみんな H と OH を持ってるっていうんで分かるように、OHCH このユニットってのは結構大事なんですよね。
今炭水化物、炭素と水で、これが肋骨、肋王を一つ仲間に入れて肋骨の管を作るか、それから、フルクトースの構造にも王を一個管の中に入れて五陰管を作っている。五陰管や六陰管を作って管の中に一個王があるから、例えばこの炭素は2個の王と結合しています。それから、ここに CH2OH があって、ここの炭素は H が2個あって OH と結合している。だから微妙に環境の違う炭素があるんだけれども、あ、これ立体構造違いますからね、あの立体構造は除外して考えてください。全部がそうではないんだけれども、ほとんどの炭素が OH と H をに結合していて、これが五陰管や六陰管を巻いている。これがどうも糖の共通点らしいというところまでは、指摘しておいた方がいいと思います。さて、もう一回ラクトースに戻りますけど、ラクトースの構造で何が大事なんだろうという点にもう一回戻って、宮本君どうです？うん、うん、ガラクトースが言うようなじゃないかなっていう、まあ今までの雰囲気からしてガラクトースのユニットがあるとカロリー数が少なくなるっていうのはありそうだ。だからそれがやっぱりガラクトースは吸収されないのかな、あるいはガラクトースが結合していると単糖類に分解する反応がいかないのかな、そのあたりはよくわからないけど、やっぱガラクトースがあるっていうことがとっても重要なんじゃないかな、そういう指摘だね。うん。それ以外の意見のある人いるかな。うん。で、この問題も、今日予告したように、今日はごめん、明確に私の考えはこうです。っていうのを述べるのは今日はやりません。ただそんないろんなことを考える材料をそれなりに私のゼミの中でみんなに集めてもらったんじゃないかなって思ってるところもあるんで、そういったことが少しでも諸君に伝えられたらこのゼミの意味っていうのはあったんじゃないかなって思います。で、最後に一人一1分以内ぐらいで簡単にこのゼミの感想を述べてください。どこが面白かったか、次にやるとしたらどんなことやってほしいと思うか、あんまり時間がないんでゆっくりは取れないんだけれども、簡潔に言ってってくれますか。今度は右から中上くんから。うん、なるほどなるほど、まあ、その分ちょっと理解しにくい部分も、まあ、ああそうか、あったのはあったんですけど、うんうん、まあ、今日の理由の例えば鏡の話とか、うんうん、科学だけに縛られない、ああなるほどなるほど、内容とかあったのは、うんうん、なるほど、中上くんだけなんだよね、実は理系じゃないのはね。それちょっと僕も意外だったんだけど、で僕ももうちょっと文系の人が多いかなと思ってたんだけど、実は文系でここに申し込んだのは君だけだったのね。で、このゼミ30人ぐらい応募者があって20人は抽選で落ちちゃったんだけど、落ちたのはみんな理系の人だった。で、僕もそうか、もうちょっとタイトルの付け方考えない文系の人には分かりにくいかな、応募してもらいにくいかなっていうのが心配だったのと、やっぱちょっと科学は分かりにくかった、まあ、どうしてもね化学専門の人と一緒なんでね、ちょっと僕も分かりやすさが足りなかったかもしれない。まあ科学以外の鏡の話とか、まあまあ面白かったらそれでもよかったかな。高橋君。
あんまり吉野家は使う機会がなかったので、実際に自分で組み立てて、いろんなモデルから見えたのは、分子模型組めたのが良かった。はい、はい、ありがとう。長谷川君どうかな。なるほど。立体科学の話が面白かった。そうですか。はい。阿部君はどうです。有機化合物をじっくり見れたのが楽しかった。考えてね。はい。まあ、考える材料にはなりますよね。はい。永田君どうでした？高校までやったら、これとこれの反応がこれみたいな仕方だったんですけど、分子模型組なるほど。やっぱり少しこう分子模型を組んで有機化学ってものを考えたところが面白かったですかね。そうですね。小林君はどうですか？はい、やっぱり分子模型で実際に見るのがやっぱり勉強として分かりやすかったですかね。宮本君どうです？そうだね。そう、専門の科学の授業に行くと分かるんだけれども、やっぱ結構早く進まないと、例えば有機化学ってものの基礎を1年間で理解してもらおうと思うと、これかなり苦しい話だ。で、今はね、工業科学科なんかは1年生から有機化学を教えて、3年間で一応の有機化学の基礎が勉強できるようにカリキュラム組んではいるけど、でも結構あれかな、やっぱり進むの早いんだよね。だからやっぱりゆっくり足を止めて考えるっていうのは大事かもしれないね。岩井君どうです？なるほど。実は基礎有機化学の予習をここでやってしまったかもしれないね。僕も別に基礎有機化学で何を教えてるか知らんわけじゃないんで、まあでも役に立ってくれればそれでもいいか。で、水井君どうです？やっぱり実際に紙じゃなくて、実際に立体的に受けるかっていうのが、やっぱりそういうここまで立体的なとか見えるんだら、実際の物質とかも、そうだね。ただ分子模型を見ることはできるんですけど、実際の分子を見ることはできないんですよ。なかなかここは悩ましいところなんですけどね。ただ分子模型使わないとものを考えられないのは事実ですね。私たち専門家もよく分子模型は組みます。最後、斉藤君。なるほどね。そうだね。なるほどなるほど。あれ面白かった。アスパルテームアミノ酸だもんね。糖とは違うよね。まあその辺は何か機会があって自分で考えられるようになるとね、いつでも考えられるね。はい、もう時間になりましたんで、ゼミはこれで終わりにしましょう。で、僕もね、分子模型を組んで、ぜひ諸君に分子模型を見ながらものを考えてほしいとはずっと思ってたんで、かなり頻繁に分子模型を組んでもらってるんだけど、いい意味でとっても意外だったのは、今日もオリゴ糖の話を分子模型を組みながら分子を手に持って話をしようかなと思ったら、8人の諸君が紙で見た方が分かりやすいって言ってくれた。まあ、多分それはこの紙の上で構造止まってるんだよね。で、自分で立体化学を想像してものを考えられるようになってくれたから、その方が分かりやすいって言ってくれた意味はあるかなと思ってます。だからやっぱり分子模型を使って
授業をやっていくっていうのは一つの大事な手段かなっていうのをやっぱ僕自身も認識できました。ということで、お互いによく勉強したということで、このゼミはこれで終わりにしましょう。長い間ご苦労様でした。じゃあ終わりにしましょうね。